こんにちは、ワンオクロックのともやです。というわけで始まりました、ともやスタジオ。今回もドラマ目線で語る音楽の魅力について、お話ししていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで今回は We Are。 はい、というわけで We Are 来ましたね。この曲は数ある僕らの曲の中でも相当有名なって言ったらあれですけど、まあ、僕らにとってもすごい大事な大切な曲なんですけども、アルバムで言うと、アンビションズに、収録されているんですけども、この曲でやっぱ一番こう思い出に残ってるのって18歳ですかね。あの NHK の番組で18歳ってね、18に祭りって書いて18歳っていうあの番組があるんですけど、それにあの出演させていただきまして、1000人の18歳のみんなと一緒にですね、We Areを演奏してステージを作り上げるっていう、まあ、企画だったんですけど、いやあれすごかったですね。当時僕らもその時若かったんですけど、もうさらにその18歳ですからね、18歳のあの何ですか、あの時にしかないパワーってあるじゃないですか。やっぱあのパワーがね、1000人分ブワーッとこう来て、もうとてつもないこの前に進むパワーみたいなのを受け取って、みんなには主にこう合唱で参加してもらったんですけど、だから僕らの演奏に1000人のこのパワーがこう上に乗っかって、とんでもないあの We Are になって。んですよね。なんかこうやり終えた後ちょっとね、こう感極まるじゃないですけど、もうサウンドチェック1回やってほぼもうぶっつけ本番みたいな感じでやったんですけど、やっぱりそのバンドサウンドで今までまあオーケストラだったりとか、まあアコースティックだったり、まあ普段のそのノーマルスタイルがあるとしたら、まあ派生していろんなスタイルでこうやってきたんですけど、1000人の声と一緒にやるっていうのがまあ当たり前ですけどなかったんで、それのね、声のパワーってやっぱすごいなと思いましたね。胸にこうグサッとこうね響いた演奏になりましたね、ステージになりましたね。でやっぱりその、まあ、18歳もそうやし、ライブでももちろんずっとやってて、まあ、後輩にやること多いんですけど、やっぱこの曲をやることでなんかすごい一体感が出るし、なんか一つに慣れてる感じがやっぱすごいライブで感じるんで、これからもずっとやりたい曲やし、やっぱ僕らの中でも相当こう重要な、立ち位置の曲というか、そういう曲ですね。はい、この曲は実際こうプレイ面ではどうですか？まあこの後また解説しようと思ってるんですけど、結構ね、王道のこうビートっていうよりはちょっとこう外した感じのビートになってて、プラステンポ感っていうんですかね、そのあんまりこうこのテンポ感ってなかったんですよ、当時の僕らで言うと。なんか割とこうもっとアップテンポの曲とか、ニッチシンドロームとかね、あの辺の曲ってやっぱりこう速いテンポ感の曲がやっぱ多かったし、でまあアメリカでがっつりレコーディングしてできたこのアンビションズってアルバムの中でも割とそのキーになるテンポ感で、このテンポ感をちゃんとこうライブに落とし込むっていうのがちょっと最初難しかったっていうか、もっとこうノリノリでアップテンポでバーっていう勢いで押し切るみたいなライブをしてたのに対して、この曲とかまあその後々ね、やっぱりこうできてくるミドルテンポの曲がこうガッて入ってくることで違う見せ方をしないといけなくなってきたっていう、まあ、もちろんいい意味で、だからもっとこう勢いだけじゃなくて、もっとその曲の持ってる力みたいなのをこうしっかりこうお客さんに届けるみたいな、だからこの曲をきっかけにじゃないですけど、やっぱりこの Ambitions ってアルバムを作って、僕らのそのライブの見せ方とか、が結構変わって、バンドのこうポテンシャル勢いだけでドーンっていう直線的なライブっていうよりも、なんか全体なんか演出とか全部込みでなんか一個のこうライブをこう作り上げるみたいな感じに確かになっていったような気がしますね、振り返ってみたら。なんかでもゆったりしたこう聴かせる曲というよりかは、意外と勢いよく見せて曲にちょっと実はなんか変わっていった印象もあって、でもそれもともとまあ、ちょっとそういう実はね、この後解説しようと思ってるんですけど、ちょっとこのビートにそういう狙いが一個あって、やっぱ勢い感じますよね。このテンポ感でこの勢いを出すっていうのはちょっとね、ポイントになってるんですよね。これちょっと後でね解説したいなと思うんで、はい、行きましょうか。じゃあ解説の方、はい、はい、じゃあ解説の方行きたいと思うんですけども、ここがポイントってところはね、一回曲を止めて、じっくり、解説していきたいと思うので、皆さんついてきてください。それではどうぞ。
はい、じゃあ曲解説いきますか。いきましょう。いきます。うい。これ原曲はちょっと頭が長いのでスペシャルショートカットバージョンでお送りしております。力貯めて、はい、イントロですね。ここはスネアが頭に来るビートになっているので、ずっしり前に前に進む感じイメージしていただいてます。A メロは四つ打ちですね。これもね、なんか軽快にっていうよりは、一歩一歩こうしっかり踏みしめて前に進んでいくようなイメージで踏んでますね。歌詞のメッセージ性がすごい強いので、そことなんかこうしっかりリンクさせていくようなイメージで、気持ち乗せていく。気持ち乗ってる。サビですね。これもちょっと後で解説したいんですけど、ちょっとねスネアの位置が、トリッキーというかね、ちょっとこう変則的な位置に来ているので、ちょっと終わった後解説したいと思いますね。はい、来ましたね。なんかこの感じ久しぶりやな、すごい。結構これ収録久しぶりなんですよ。ちょっと面白いな。一旦止めまして、はい、なんかこれを演奏するたびにすごい問われるんですよ。自分をごまかしてできることに意味はあるかいって問われるんですけど、どうですか皆さん、自分をごまかしてないですか？僕は毎日自分に正直に向き合って生きてます。日々感謝です。ありがとうございます。はい、というわけで、頭からイントロ A メロ、サビときましたけども、この曲はスネアの位置がちょっと普通のビートの感じがあんまなくてですね、イントロ始まった時ももう頭にパッドドッドパッドドッドってこう頭に来るパターンで、サビもちょっとね変則的なビートになってるんですけど、まずイントロっすね。イントロのこの頭打ちのとこなんですけど、このテンポ感がちょっと遅めなのもあって、あんまりこう軽快に行くっていうよりはすごいこう地に足をつけたビートというか、パッドドッドパッドドッドっていうよりもパドドドパドドドみたいな、ちょっとこう音の厚みをしっかり感じて、音をこうしっかりこう伸ばした音をしっかりこうパドドドパドドドとこう踏みしめていくようなイメージで、四つ打ちのとこもそうなんですけど、あんまりこう軽快にドンドンドンというよりはトト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 みたいな、そういう、伝わってます？そういうイメージでね、演奏してますね。でサビなんですけど、結構こう裏にスネアがこう来てるビートになってるんですけども、一回ちょっとドラムだけで聴くか。ドラムだけで一回聴こう。ですね。はい。こういう感じですね。ドーンとカーンとカーンとドーカーン。こう裏に来てるスネアが結構こう出てくるんですけど、でたんたんてたんててんっていうノリじゃないですよね。どっちかというと、でたんたんてたんててんっていう、その、なんていうか、この3連系のノリを基盤に作ってるんですよ、このビートって。なんで、あんまりこう、こういうノリじゃなくて、もっとこう、なんていうんですか、推進力をこう、加えるというか、前に前に進んでいく感じを出したくて、そこの3連携のリズムを基盤にして、キックを足したり、スネアをこう、足したり抜いたりっていうので、構築されてるんですよ、実は。なので、そのビートにすることによって、このテンポ感のちょっと遅めの曲なんですけども、この3連携の推進力を加えることで、なんともね、絶妙な、すごくいい感じになってるんですよ。語彙がちょっと出てこないですけど、すごくいい感じになってるんですよね。なので、ちょっとそこをね、もう一回意識して、もう一回聴いてほしいんですけど。こうですね。このメロディーもね、そういう感じになってるんで、
っちの方がハマりがこうノリのハマりがすごいいいというかね。ちょっと聞こえ方なんか変わってくると思うんですけど、こういう感じですね。このままじゃあ 2A に行きましょうかね。また四つ打ちに戻るんですけども、ここもしっかりもうどっしりしっかりがもうポイントですね、この曲は。でちょっとライブアレンジでタムも増やして盛り上げていくと。推進力がこれ絶妙。くー、いい感じだな。でやっとここでちょっと静かなパートなんですけど、やっとここでこうスネアが安定するというかね、ノーマルのこのスネアのこのビートになっていく。ということでね、結構絶妙じゃないですか。なんかこのノーマルのビートでやっちゃうと多分ね、もっとねもっちりしちゃうっていうか、ガッ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 って前に行くエネルギーがちょっとやっぱりこう落ち着いちゃうんですよね。なのでそこをうまいことこう帳尻が合うというかね、このミドルテンポの中でも勢いをうまいことつけて前にこうしっかり進んでいくパワーはそのままみたいな、でもどっしりもしてるみたいな。くー、絶妙絶妙なんですよ。でその絶妙のサビが終わった後にちょっとまあ静かなパートに行くんですけど、そこで初めてこの落ち着くとこにスネが来るんですけども、でまた次の爆発に備えて、もうここはねもうなんか嵐の前の静けさじゃないですけど、ちょっと次に来る爆発のためにちょっとまた力を貯めていく感じですね。でこっからまたあのイントロのフレーズに行きますね、頭打ちの。ここはでもイントロよりもっとなんていうんですかね、もう全部爆発でもう内側のパワーを全部出し切るぐらいの気持ちが乗ってますね。ここもそうですね。これは叩いてて楽しいな。はい、ウィーアーの曲解説でした。ありがとうございました。というわけで、We Are の曲解説いかがだったでしょうか。これなんか解説してて思ったんですけど、ドラムカバーとかするのにすごいちょうどいいっていうのが、そのテンポ遅いじゃないですか。テンポ遅いし手数もそんな速くないんで、なんか初級者の方にもすごいおすすめできるんですよ。やし、ちょっとそれなんかこう上達してきて中級者になって、なんか普通のビートも飽きたよみたいな、ちょっと違うちょっと変則的なやつないのみたいな人にもおすすめできる曲なんで、これ結構いいおすすめですね。だからもしドラムをやってる方いたらね、ぜひあのこれを参考にして叩いてみてください。というわけで、We Are の、解説動画、でした。これを踏まえてですね、先日アップした演奏動画の方ももう一度聴いてみてください。聞こえ方が少し変わってくるかもしれません。というわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ。